さてさて、毎週恒例のアニメ配信人気ランキングとトレンド動向解説のお時間だよ。あいよ、先週分は動画出さんかったけど、どんな感じやったん？11月14日から20日までの3週目はね、そんなに大きく目立った変動はなかったんだ。2週目の数字と比較してみると、ほぼ全ての作品がポイントを落としていて、順位もそのままスライドしている感じだね。ただ、進撃の巨人だけは毎週放送しているアニメじゃないから、さすがに順位も視聴ポイントもかなり落としてるよ。あとは、ルロケンが期待の京都編に入る前に、サブエピソードを2話挟んだから全然伸びてなくて、来週か再来週あたりに期待したいね。そんな感じで4週目のランキングがこちら。呪術、薬やフリーレンの視聴ポイントが爆上げしていて、3週目で落とした分を取り返して、2週目以上に数字が伸びているんだ。そしてフリーレンは僅差で薬屋を抜いて2位にランクイン。256255と来て一気に299って伸びまくりやん。まあエッチな回だったからね。やっぱ求められてるんは日常会か。フリーレンは旅の中で描かれる3人のクスッと笑える掛け合いも魅力だからね。ちなみに11月29日と30日にはアベマで1から12話までの一挙放送があるから、来週分はさらに数字を伸ばしそうだよ。そして呪術も346337ときて、今週は388と爆上げ。薬屋も285271ときて、今週は296と順調に視聴ポイントを稼いでいるんだ。呪術の2期はマジで戦闘作画が気合入りまくってるよな。普通は気合の入った戦闘会の後ってお休み会が挟まれるのに、毎週全力ってくらいよく動くし。あと基本的に2期は数字が落ちやすい円盤売り上げも1期以上に売り上げているから、呪術ゼロの頃よりも今の方が盛り上がってるんじゃないかな。そして今期四天王の中で唯一ポイントを落とし気味なのがスパイファミリー。269245ときて、今週は214だからかなり下がってるね。順位的には安定してんねんけどな。豪華客船編は普通に面白いと思うんだけど、やっぱり多くの人に求められているエピソードはアーニャを中心としたフォーチャー家メインの日常会なのかもしれないね。ロイドさんのアーニャも捨てようっていつも笑てまう。 Google トレンドの数字はこんな感じ。23日に呪術のグラフだけ飛び抜けてる理由は42話の七民会だね。ああ、それは納得。で、配信ランキングでその他の注意作品を見てみると、ここ何週にもわたって MF ゴーストが順位を伸ばしているんだ。推移を見てみると21位16位11位8位だからね。イニディの続編作品よな。うん、最近のアニメが好きな人はあまり見てなさそうで、当時イニディを読んだりアニメを見ていた人が食いついてそうだよね。ちなみにイニディって時代的に2世代くらい前の作品だから知らない人も多そうだけど、原作の累計発行部数は5600万部超えで、何気にバケモンだからね。強すぎる。実際アニメはかなりいい出来だよ。レース中のテクニックや駆け引きの描写、エンジンやマフラーもいい音を出しているし、 CG で描かれた車も手書きの線を入れることでかなり自然な仕上がりになっていて、臨場感のあるカーレースを見せてくれるんだ。その他、アンダー忍者や推しの子が県外からトップ20位以内にランクイン。推しの子に関しては、ここ最近メディアへの露出がかなり増えてて、その影響で視聴する人が増えてそうだよ。Amazon Music のテレビ CM に愛が出てたり、各テレビ番組が発表した流行語ランキングでも推しの子が紹介されたり、11月27日には、アニメ第2期が2024年に放送されると発表があったしね。Amazon の CM は普通にびっくりしたわ。来週から秋アニメもほとんどが終盤戦に突入ということで、どんな盛り上がりを見せてくれるのか楽しみだね。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。